私は今、力という気と信念と思ってよみがえり、新しい元気を持って、正しい人間としての本領の発揮と、その本分の実践に向かわんとするのである。私はまた、私の日々の仕事に、溢れる熱誠を持って赴く。私はまた、喜びと感謝に満たされて進みいかん。一切の希望、一切の目的は、厳粛に正しいものをもって標準として定めよう。そして、常に明るく朗らかに真理の道を実践し、ひたむきに、人の世のために役立つ自己を完成することに、努力しよう。人としてこの世に生まれ、人間として人生を生きるために、第一に知らなければならないことは、人間の命に生まれながらに与えられた、生きる力に対する法則です。自分の命の中に与えられた、力の法則というものを、正しく理解して人生に生きる人は、限りない強さと、歓喜と、沈着と、平和とを、作ろうと思わなくてもできるようになっているのです。哲学とは、私たちが今見ているもの、現象を遡ってその原因を探求する学問です。哲学とは、自然界に存在する、今、ある物質的な形にその現象を表した力の法則と、その究極的原因とを探ろうとするものです。一番根本は何かというと、ただ一つの実在から生み出されたものである。哲学では根本的本源実在と呼び、中国では気と呼び、儒学では正気という。いずれにしてもこのただ一つのエネルギーを生み出す元が、宇宙を作り出したのである。これを天風哲学では宇宙本体あるいは宇宙霊という。霊とは、見えない気のことである。この気が動こうとするときに、現れる現象がアイデアである。人間で言うと心ということになる。英語でアイデアとは、気の動く場合における現象事実に対する名称で、元はギリシャ語のイデアといった。だから心と吐きの能動を名付けた名称だ。心の活動は、思うことと考えること以外にはない。つまり、思考によってのみ心の活動は行われる。この思考には意識的なものと無意識的なものの2種類ある。私は、長い間考え抜いた結果、こういうヒントを得た。人間は、日頃、人生に生きる刹那刹那、いかに心を運用することが、適当かということであり、言い換えれば、心の運用を良くしたり、悪くしたりすることによって、人間の人生は、良くもなり、悪くもなるということだ。長い間、病気に苦しめられて、苦しみ悩んで本当に命がけで取り組み、ようやく考えついたことが、人間の日々の人生に生きる刹那刹那の、心の思い方、考え方が、やがて私たちの生命を完全に成し与うか、成し与わざるかという、事実が生み出されるということ、わかりやすく言えば。人間の心で行う思考は、人生の一切を作る。これが数十年来かかって考えて悟った、人間の生命に絡まる宇宙真理であった。誠に瞬間を犯すべからざる宇宙真理である。心の思考作用と、宇宙本体の創造作用とは本質的に一つのものだということを忘れてはならない。